潜水艦といえばスナイパーの一面がある戦闘兵器だけど、その価値がより高まったのは核弾頭搭載型ミサイルを発射できる戦略型潜水艦の登場が契機となったよ。戦略型潜水艦は、原子力を動力にすることで半永久的に航行が可能となり、その結果海があるところであればどこへでも隠密に行動し、敵国の喉元へ核兵器を突きつけることができるからな。まさに究極の抑止力としての効果を発揮するようになったよね。ちなみに、潜水艦にはかなりの隠密性が求められていることは周知の事実だと思うが、その他にも洋上での充電を行わずに済む能力ステルス性など、様々な能力が求められる兵器でもあり、世界各国はその開発にしのぎを削っているのも事実だぜ。特に、世界唯一の軍事大国となったアメリカが、自国では成し遂げられなかった高性能の開発を成し遂げた国として挙げたのは日本なんだよね。日本は、アメリカが我が国も撃ってほしいと懇願したとも言われるほど、高性能の潜水艦を開発することに成功しているんだよな。そうみたいだね。今回は、アメリカすら羨む日本の最新鋭潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。遡ること2020年3月5日、兵庫県神戸市の三菱重工業神戸工場にて海上自衛隊の新潜水艦OUの引き渡し式が開かれたよ。海上自衛隊の主力潜水艦双雄型の11番艦である OUは、潜水艦の動力としては世界初のリチウムイオン蓄電池搭載の通常動力型潜水艦として就役したんだ。リチウムイオン電池、と言われてもピンとこないかもしれないけど、単純に言えばスマホの充電池とほぼ同じようなものですと聞けば、みんなもわかりやすいんじゃないかな。双雄型は世界最大のディーゼル潜水艦で、低振動で静粛性に優れ、世界有数の高性能艦としてアメリカをはじめとする各国から注目を集めているよ。そして、今回の OUからは、長時間潜航可能な、非待機依存推進 AIP 機関を海上自衛隊の潜水艦として初めて搭載することになったんだ。外機を必要としない AIP は、いくつかの方式があるんだけど、双雄型10番艦の双雄までは水中の航続時間を伸ばすためにスターリングエンジンを搭載していたんだよね。スターリングエンジンを導入することで、海上自衛隊の潜水艦は長時間の潜航能力に秀でる性能を持つことになったってわけ。でも、これだけ優秀なスターリングエンジンをあえて捨て、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池がなぜ搭載されたのかな？もちろん、捨てたのではなくより性能の良いものを求めた結果ではあるんだけど、ここで現在の海上自衛隊の潜水艦の状況について、詳しく見てみようか。2022年現在、海上自衛隊の最新鋭潜水艦大芸型以外で、リチウムイオン蓄電池を搭載して収益済みなのは双雄型潜水艦の11番艦オーユーグレ基地所属第1潜水隊軍第3潜水隊と、12番艦東雄横須賀基地所属第2潜水隊軍第6潜水隊の2隻となっているよ。双雄型潜水艦の所言で分かっているのは全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦ということであり、10番艦双雄までは非待機依存推進 AIP 対応のスターリングエンジンを搭載していたことは明らかになっているんだ。実は双雄型潜水艦の建造にあたって、当初の計画では潜航中動力としてリチウムイオンなどの燃料電池の搭載が検討されていたことは、一般的にはあまり知られていなかったんだよね。この時に検討されていた燃料電池は、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、通常の乾電池などを指す二次電池と違い、様々な燃料を補充することで永続的に発電可能かつ発電効率の高い電池として各方面で研究が進められていたものだったんだ。防衛省傘下の防衛装備庁では、当初ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討したんだけど、使用される水銀が大量に必要であったため断念し、酸素及び水素型電池の開発に舵を切り直したよ。でも、火器厳禁の取り扱いを要する酸素や水素潜水艦内部に搭載することの懸念があり、結局双雄型潜水艦には AIP スターリングエンジンの搭載を決定し、当時の技術研究本部ではその後を見据えて、水面下で次世代潜水艦用蓄電池となるリチウムイオン蓄電池の開発を進めていたってわけ。そして、その開発の成果が実り、OUイコールの潜水艦には、リチウムイオン蓄電池を動力とした機関を採用することになったわけなんだ。ちなみに、リチウムイオン蓄電池のメリットは、
鉛蓄電池の欠点であった水素ガスの発生がゼロあることや、エネルギー密度が2倍以上かつ 1.5 倍以上の繰り返し充放電回数ができるようになること、おまけに充電時間も短いことから、長期間海中で任務を遂行する潜水艦として優れた特性を発揮することができると判断されたことにあるぜ。海上自衛隊としては、リチウムイオン蓄電池を総流型の5番艦随遊から搭載したい意向ではあったが、別関係の太平型から搭載することに計画を変更しつつも、結局は前とした11番艦欧遊から搭載されることになったんだよな。そうそう。これは、中国などの軍事的脅威に対抗するために性能の高い潜水艦の配備が急務であったことなど、様々な事情があったためだね。中国から言わせれば、こんな潜水艦がいきなり上海の沖合に現れて攻撃でも仕掛けられては、たまったものではないもんね。そうだね。さて、リチウムイオン蓄電池を搭載するにあたり、総流型のスターリング AIP 機関は踏襲され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法、あるいはスターリング AIP システムも含めてリチウムイオン蓄電池と置き換える方法の3つが検討されたんだ。相互比較した結果、後者のプランの方が、コストは高くなるが水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなると判断され採用に至ったみたい。ちなみに、リチウムイオン蓄電池を採用することによって高性能になったと思われがちだが、実際のところスターリング AIP システム搭載艦と比較すると時空間力が8000馬力から5600馬力に落ちているんだよな。とはいえ、潜水艦は馬力が勝負の兵器ではないからな。そうだね。他の総流型潜水艦と比べて、欧遊投入は水中における最大速力が、20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下しているのは事実なんだけど、問題はその速力の持続力にあるんだよね。以前の総流型潜水艦の場合、搭載している鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短くなっており、10番艦までは最高出力20ノットを維持できる時間はなんと5分間であり、連続潜航時の水中最高速度は16ノットまでしか出せないんだ。一方、欧遊投入のリチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたり持続して高出力を発揮することができるため、最高出力18ノットを数十分維持することが可能な能力を持つことになったってわけだ。さらに、連続潜航時間が10番間までは2週間だったものが1ヶ月に伸びていることなど、航続距離や潜水時間についてもかなりの性能アップがなされているんだぜ。また、充電に必要なシュノーケル航行時間も格段に改善されているみたいだよ。以前の総流型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式では、フル充電のためにシュノーケル航行時間が5から7時間は必要だったけど、リチウムイオン蓄電池は急速充電により2から3時間でフル充電が可能なため、シュノーケル航行時間が大幅に短縮され、敵から発見されるリスクが軽減されたんだ。そう考えると、欧遊投入になっていこう、潜水艦としての総合的な能力は格段にアップしたと言っても過言じゃないね。さて、日本がここまで潜水艦の能力向上にこだわるのは、やはりシーレーン防衛のためであることは間違いないだろうね。資源のない島国である日本にとって、海上輸送の確保は国が生き延びるために必須であり、現に過去の戦争ではこのシーレーンを防衛することができなかったことで、結果的に敗戦したと言っても過言ではないよ。そして、シーレーンの防衛に欠かせないのはサイレントサービスとも呼称される潜水艦の存在だね。潜水艦は、その隠密性から商業船舶を攻撃するために必須の監視と言えるが、敵国の潜水艦の活動を阻害するためには、潜水艦を持って制することも必要なんだよな。そして、潜水艦はその隠密性から相手の目と鼻の先まで知られぬように侵入することができるよ。核弾頭ミサイルを装備した潜水艦が、ある日いきなり自国の周辺に現れ、察知されることなくそれを発射することができたらって考えるだけで、どこの国でも恐怖に駆られることは間違いないよね。ほんとだよね。潜水艦には、そういう隠密ゆえの恐怖という一面があるもんね。もちろん、非核三原則を持つ日本が自国の潜水艦に核弾頭ミサイルを装備することなど、絶対にありえないよ。ただ、絶対とは言い切れなくなっている実情ではある、と思うぜ。なら安心だと、中国や北朝鮮、それにロシアが思うかといえば、そうではないだろうしな。彼らが恐れていることは、日本の技術の結晶である潜水艦をアメリカや同盟国が購入することだよね。ああ、特にクアッドで親密さを深めているオーストラリアは、日本の潜水艦の購入を真剣に検討していたこともあり、アメリカも潜水艦隊の司令官が実際に欧遊に乗艦するなどして、興味があることを隠そうとはしていないからな。このように、アメリカをもうならせる日本の潜水艦技術だけど、現状では効果的な抑止力としての活用が大いに期待されているよ。
特に昨今は、中国やロシアの G 行動が盛んに行われていることから、それらに対する明確な対抗策として、欧州などの潜水艦の活躍が、日本の領土防衛につながるものと考えられるよね。それじゃあ今回はこの辺で。いつも見てくれてありがとう。よかったら、チャンネル登録してね。みんな、コロナが落ち着いてきて油断してるけど気をつけてくれよ。マスクもだけど中国にも油断しないでほしいね。大丈夫だよ。僕たちの視聴者を信じようよ。そうだね。なら今日の動画は終わりだよ。海上自衛隊の護衛艦出雲の回収工事は完了したんかな？護衛艦出雲の1回目の回収工事はすでに完了してるみたいだね。軽空母化するって話だったよね。そうだったな。軽空母化して F-35 戦闘機を搭載できるはずだったよな。そうだね。1回目の回収工事は F-35 戦闘機が、離発着できる仕様にするための回収工事だったんだ。現在も、護衛艦出雲の回収工事は行われているみたいだよ。出雲に搭載する F-35B ライトニングの、配備先も宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に決定していて、防衛省は対中国を念頭に置いて、沖縄、フィリピン、ボルネオ島に至る第一列島線の日本側の支配領域の防衛力の強化を図る方針のようなんだ。だから今回は、護衛艦出雲の回収工事の計画や、それに搭載される F-35B ライトニングの性能について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2021年10月3日は海上自衛隊にとって記念すべき日になったんだ。戦後76年ぶりに日本が保有する護衛艦に固定翼機が着発艦したんだよ。海上自衛隊は米海兵隊と協力し、岩国基地所属の F-35B ライトニングの着発艦実験を出雲にて行ったんだ。その実験は無事に成功し、護衛艦出雲が F-35B を運用するための能力が備わっていることを証明したんだ。今後もさらに実用的に運用できるようにするために改修工事は行われていくそうだね。とりあえずの改修工事は F-35B が無事に離着陸するための改修だったということだな。無事に実験が成功してよかったな。F-35B を搭載するためにはどういう改修工事が必要だったの？そうだね。1回目の改修工事の内容は、飛行甲板の耐熱処理や F-35B ライトニングやオスプレイを誘導するための誘導灯の設置などが行われたみたいだよ。へえ、耐熱処理まで行わなくてはならないんだね。うん、F-35B を運用しているアメリカ海軍では、F-35B の運用前まではハリアー2という垂直離着陸機を運用してたんだけど、このハリアー2と比較して F-35B の排気熱は非常に高温になるみたいなんだよね。だから、飛行甲板の耐熱処理には相当気を使ったみたいだね。アメリカ海軍での強襲揚陸艦での F-35B ライトニングの離着陸実験ではわずか3回の離着陸だけで、飛行甲板が熱によって強度が低下して修復が必要になったという話だったな。たった3回で？それじゃあ耐熱処理は絶対に必要だね。出雲でも、F-35B ライトニングとオスプレイの着艦スポットだけは特に耐熱処理に力を入れたみたいだよ。さっきから出てきてるオスプレイって一時期反対運動なんかで話題になったあれだよね。そうそう、オスプレイは運用当時、一部の地域や団体で強い反対運動が起きたことで有名だね。それでも、2020年頃から陸上自衛隊ではオスプレイの調達は始まっていて、2020年5月には岩国基地に初号機がアメリカから輸送されたんだよ。その年の7月には千葉県の木更津駐屯地にも配備が進められて、2021年3月には陸上自衛隊では5機のオスプレイを運用しているんだ。あれだけの反対運動が起きても運用は開始されたんだな。いくら反対されても防衛に必要ならま仕方ないよな。もちろんどのように運用していくか計画された上での調達だからね。このオスプレイは南西諸島防衛、対中国を視野に入れ、2018年に発足した水陸機動団で運用することを目的としていて、長崎県佐世保市の杉浦駐屯地から近い佐賀空港を拡張し運用する予定だったんだけど、ここで地元住民の強い反発で用地買収が思うように進まず、仕方なく木更津駐屯地に配備する形になったんだ。やっぱり地元住民からすれば軍用機が上空を飛び回るのは良い気がしないもんな。相当な反発があったんだろうな。話がオスプレイの話になっちゃったね。護衛艦出雲のその後の改修工事の予定はどうなってるの？話が少し逸れちゃったね。護衛艦出雲の話に戻そうか。出雲は1回目の改修工事に続いて、
2025年に実施予定の大規模定期検査のタイミングで2回目の改修工事を行う予定なんだ。2回目の改修工事ではアメリカ海軍の強襲揚陸艦のように、現行の台形から四角形に形状を変化させ飛行甲板の延長を予定してるみたいだよ。この改修工事によって、F-35B ライトニングの運用効率向上と安全性を向上させることができるようなんだ。2回目の改修は船の形状を変えてしまうのか。これは大きな攻撃になるみたいだな。この2回目の改修工事では当初イギリスの空母、クイーンエリザベスや、諸外国の空母のように、船首部分にスキージャンプ式の発着管設備を設置する予定だったみたいなんだけど、スキージャンプ式の発着管装置はカタパルト式発着管装置ほど技術的な面で、ハードルが高くなくて運用コストも低くて艦載機の搭載量や航続距離の延長も期待できたんだけど、護衛艦出雲に関しては、設計上、対潜戦闘中核艦であることで、船首部分にバウソナーと呼ばれる対潜探知装置が設置されているんだ。だから、ここにスキージャンプ式発艦装置を設置すれば、船首部分が重要課題になり船体の安定感を損なう可能性があるとして、スキージャンプ式発射装置の採用は見送られたそうなんだ。確かに他の国の空母は船首がスキージャンプ台みたいな形だもんね。出雲はもともと作られる時は軽空母化する予定はなかったってことだよね。しかしこれだけの大規模な改修工事が、予算が大変なんじゃないか。2022年の防衛予算では護衛艦出雲の改修費として67億円が計上されたよ。そのうちの36億円が全天候型着艦誘導装置に計上されたんだ。この全天候型着艦誘導装置とは J-PULS と呼ばれてアメリカ海軍と、アメリカ軍需製品会社大手のレイセオンテクノロジー社が共同開発したもので、GPS と管制工法を活用した高性能な着艦誘導システムなんだよ。艦と機体の双方で GPS 受信機を使って位置を正確に測り、その情報を無線データ通信で交換しながら正しい進路に乗せるようにするためのシステムだよ。でも結局は正しい進路に乗っているかを教えてくれるシステムだから、そこに機体を乗っていくのはパイロットの腕次第というわけだろうな。まあ確かに天候などの条件にも左右されるだろうからね。パイロットの技術は必須だろうね。そして、その他のコストとしてはアメリカ軍からの技術支援と、協力を得るための経費として12億円が計上されてるよ。確か護衛艦の軽空母化は出雲だけじゃなく2番艦の加賀も改修工事予定じゃなかったかな？そうだね。2021年度予算では2番艦加賀の改修費用として203億円が計上されていて、2022年に1回目の改修工事が予定されているようだよ。加賀の改修工事は先行して改修工事を進めている1番艦出雲と、改修内容は少し異なっているそうなんだけど、1回目の改修工事は飛行甲板の耐熱処理と、そのまま船首の台形型から四角形型への変更も同時に行われるみたいなんだよね。やはり、2番艦も同様に軽空母から行われるんだな。ただら飛行甲板の耐熱処理と船首部分の構造変更が、1回目の改修工事で同時に行われるのが出雲の1回目の改修工事とは違うところってことだな。そうだね。改修予定としては、出雲と同様に2段階に分けた改修工事が予定されていて、2021年度から2023年度に1回目の改修工事、2026年度から2027年度に2回目の改修工事が、完了見込みで、1番艦出雲の方が若干改修工事が早く終わる予定だね。なんで、出雲も加賀もわざわざ改修工事を2回に分けるんだろうね。それは、海上自衛隊としても護衛艦の軽空母化は初めての経験になる。アメリカ軍からの技術支援や F-35B を先行して配備している他国の運用実績などを考慮しながら、ノウハウなどを集め、いろいろな面を海上自衛隊の運用に合うように考慮しながら工事を進めていくためだと思うよ。いくら F-35B を艦載できると言っても軽空母クラスだからな。あまり多くの機体は艦載できない。どれくらいの機体を艦載するかという点でも考慮しないといけないもんな。そうだね。いくら改修工事を行ったとはいえ、あくまでも軽空母だから、せいぜい艦載できるのは10機程度。10機程度なら航空自衛隊の1飛行隊にも満たない数だもんね。戦力としては少し物足りない気がするんだよね。それと、出雲には対潜哨戒ヘリも艦載する予定なので、実際の F-35B の艦載数はさらに少なくなるだろう。その状況の中で、最も戦力的に効率がいい艦載機の比率を熟考しなくてはならない。そのあたりも他国の運用状況を見ながら、
考えていくんじゃないかな。他国のバカでかい空母とは違うもんね。いくらでも艦載すればいいって問題じゃないんだね。今後も中国からの軍事的な圧力は強まっていく一方だろうからな。海洋上での防衛力強化は日本にとって大きな課題だろうから、大きなコストをかけてでもやっていくしかないだろうな。現在は防衛省でも冷戦時代の北方シフトから南西への戦力シフトを進めてる。護衛艦や潜水艦、戦闘機だけじゃなく、新型地対艦ミサイルの開発や配備も進めているんだ。地上からの敵の進行軍を迎撃できる体制を強化するとともに、これまで地上部隊を配備していなかった南西諸島周辺への守備隊や監視部隊の配備もどんどん進んでるんだよね。対中国を考えると当然といえば当然だな。部隊の配備が抑止力的効果も大きいだろうからな。本当は何も起こらないのが一番なんだろうけど、日本の防衛力が遅れを取れば中国が一気に日本の領海を奪ってきそうだもんね。そうだろうね。今は日本のバックにはアメリカの影が見え隠れしていて、軍事的な戦力も、数でこそ中国には劣っているけど、日本の防衛戦力は他国から見ても侮れないものがあるからね。中国も圧力はかけてはきているけど、もう一歩は踏み出せない状況だろうね。しかし、日本やアメリカの軍事力が中国に劣るということになれば、軍事侵攻してくることは明白だね。だからこそ、多大なコストをかけてでも、防衛力強化は進めていかなければいけないんだ。日本の国土と国民を守るためには必要なことだからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。みんなは F2 戦闘機のことは知っているよね？もちろんだよ。平成のゼロ戦って呼ばれるくらい、すごい戦闘機だもんね。アメリカの F16 をベースに、運用方法や地理的な面を考慮し、日本なりにアレンジを加えた支援戦闘機だな。平成のゼロ戦って呼ばれるのも頷けるほど、優れた戦闘機であることは間違いないぜ。そうだよね。そんな F2 も、初飛行の日から27年の月日が流れようとしているんだけど、それに伴い後継機の開発が日英共同で始まっているんだ。今回はそんな日英次期戦闘機の開発計画について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、防衛省では2035年頃より退役の開始が見込まれている F2 戦闘機の後継機開発に着手しているよ。2018年に策定された中期防衛力整備計画31中期防では、国内主導開発主体三菱重工が決定し、F2 戦闘機の退役が開始する2035年頃をめどに運用開始を目指しているみたい。防衛省では今回の次期戦闘機開発計画に先駆けて、次期戦闘機に必要となる先進技術の研究開発を1998年頃から順次スタートさせており、今回の機体設計に至るまでにステルス技術や先進センサー技術、エンジンなどの主要な技術研究だけで21の研究開発を完了させているんだって。そして、2010年8月にはアイファイターと呼ばれる将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンが示され、これに基づいて次期戦闘機の各種技術研究を進めてきており、2016年4月には X2 先進技術実証機通称新進の初飛行にこぎつけているよ。開発体制については、開発主体に三菱重工が選定され、三菱重工の技術開発を支援する企業として、2020年には F22 ラプターや F35 ライトニング2というステルス戦闘機を開発生産している米国のロッキード・マーティン社が選定され、2022年4月には、米国のロールス・ロイス社がエンジン開発について参画することになっているんだ。米国では現在、ユーロファイタータイフーンの後継機種の開発を進めており、この次世代戦闘機開発計画はテンペストと呼ばれているよね。このテンペスト計画は、日本の次期戦闘機開発計画が目処とする、運用開始年と同じ2035年に次世代戦闘機の運用開始を目指しており、開発時期を同じくしているために日英で協調して開発を進めていきやすいというメリットがあるんだ。今回の日本とのエンジンの共同開発においては、米国がテンペスト計画に向けて開発中の実証エンジン開発に日本が参画して、日英共同開発とすることで、開発費を両国で負担し合うことによるコスト削減も狙いの一つとなっているよ。日本は次期戦闘機への搭載を計画した次世代純国産エンジンとして、IHI 社と防衛装備庁が共同開発した XF9 の試作機を2016年に完成させているんだ。これにより、
日本の戦闘機用ジェットエンジンの開発技術は、一定水準以上であると英国も認めたのであろうと推測されるね。日本も純国産エンジンとして開発を進めていたが、エンジン開発の先進国である英国の技術を取り入れ、より高い水準のエンジン開発を目指すものと思われるぜ。しかしながら、英国のテンペスト計画は常にコスト削減の圧力にさらされているようだな。英国はテンペスト計画に基づく実証エンジンの開発にすでに約46億円を投じており、エンジンの発電能力を検証する実寸大の実証機製造にも約300億円の費用を計上しているもんね。だけど、このテンペスト計画と時を同じくして、フランスとドイツも次世代戦闘機 FCAS 共同開発計画を進めており、この計画に対抗するために英国は日本を開発計画に参画させることで、開発コストの削減を狙いたいみたい。日本としても英国の高度なエンジン開発技術を次期戦闘機に導入できるチャンスだし、日英両国にとって互いにメリットの大きな事業であると言えるよね。近年の新鋭戦闘機は、高度なアビオニクスによる機器の消費電力増大と、それらから発せられる熱処理の問題が課題として挙げられ、米空軍の第6世代戦闘機である NGAD の開発でも電力供給と発熱の問題が課題となっているんだ。そして、戦闘機などの航空機は機体で使用する電力をエンジンで発電して調達しており、現代のエンジンは出力や燃費効率などだけではなく、機体が必要とする莫大な電力を発電する能力及びそれに伴う発熱の冷却能力も求められているよ。米空軍では、アダプティブエンジンと呼ばれる新型エンジンを開発しており、水力及び燃費効率の向上を図りつつも、発熱を冷却させる能力も両立させようとしているぜ。これに対して英国のロールスロイス社は、米国とは異なる熱処理のアプローチを試みており、機体の膨大な消費電力を賄える発電量を確保しつつ、そこで発生した熱量を回生的に冷却にも使用することで、発熱と冷却を同時に行うことを目指しているね。日本においては、エンジンでの発電システムの向上と熱処理に関する技術は、エンジン先進国である英米に比べて遅れており、英国とのエンジンの共同開発は、日本にとって日本の弱点を補えるという点で非常に重要な協力関係であると言えるんだ。しかしながら、日英の防衛協力はこの次期戦闘機のエンジン開発が初めてではないんだよね。今回のエンジンの共同開発計画に先行して、日英は2014年7月から、JNAM ジョイントニューエアープーエアーミサイル統合新型空対空ミサイルの共同開発を行っているよ。みんなは JNAM を知っているかな？ JNAM って？ JNAM は、英国ロンドンに本社を置く MBDA 社が開発製造している、ミーティア長距離空対空ミサイルアクティブレーダーフォーミング方式をベースに、開発を進めている空対空ミサイルのことだね。ミーティアは、欧州各国の空軍で使用され、英国、ドイツ、スペイン、イタリアの各国空軍が運用するユーロファイタータイフーンやフランス空軍のラサール戦闘機、スウェーデン空軍のグリペンで使用される、欧州で広く採用されている高性能な空対空ミサイルだな。そうそう、このミーティアを F-35 のウェポンベイに4発を収納可能とするため、ミーティアと比較して翼部分の短縮及び小型化を目指しており、日本はこの開発計画において、日本のシーカー技術を JNAM に導入した場合にどの程度の性能が発揮できるかを共同で研究することになったんだ。まず、今回日英で共同開発しているシーカーだけど、これはミサイルを目標へ誘導する際に使用するレーダー装置のことであり、JNAM にて共同研究の対象となっているのは、日本国産の救急式空対空誘導弾で使用される三菱電機製のシーカーだね。この技術を JNAM へ転用し、2016年1月頃に初期研究を終了させ、次の段階へ研究を進めているよ。2017年12月からは、JNAM の試作機を製造し、その実車試験が実施されると公表されているんだ。その後、現在まで日英共同で研究開発が進められており、航空自衛隊の F-35A ライトニング2での運用を目指しているってわけ。現状の日本での予算計上の状況としては、2021年度防衛予算内で JNAM の研究費が継続的に計上されており、2023年度までの開発完了を見込んでいるようだね。
開発完了後、日英両国は類似の各種ミサイルとの性能の比較検証を行い、F-35A ライトニング2での運用に向けたアップデートを行うか決定する予定なんだって。日英はほぼ同時期に次世代戦闘機の開発計画を進めており、運用する第5世代ステルス戦闘機も同じ F-35 ライトニング2シリーズであり、非常に似通った状況にあるんだ。そのため、両国が次世代戦闘機の研究開発を共同で取り組みやすい環境にあることは確かだね。そのような中、2021年度より日英両国は、戦闘機等に搭載するための新型レーダーの共同研究を開始しているよ。日本も約41億円の予算を新型レーダーの研究開発に投じており、既存のレーダーよりも広範囲の目標に対して常時継続して索敵が可能な、非常に高性能なレーダーの開発が実現する可能性もあり、その研究成果に期待が高まっているよ。英国もテンペスト計画で利用するために同レーダーの研究開発に参画しており、日英の次世代戦闘機の相互運用性や共通性が高まれば、緊迫する東シナ海情勢などにおいても日英で非常に高い連携が取れるのではないかと注目を集めているんだ。また、日本はこれまで米国との防衛協力は多数行ってきたんだけど、米国以外との防衛協力は非常に少ないものとなっているよ。これを機に米国以外との確固たる防衛協力の枠組みを構築できれば、米国の思惑に左右されてきた日本の防衛装備体系にただ穴が開けられるかもしれないな。また、日英は同じ島国とはいえども、それぞれの国の防衛環境は著しく異なっているよ。英国は周辺諸国に敵対国家はおらず、自国の直接防衛に対する切迫感は薄いのが現状なんだ。対する日本は、東シナ海や北朝鮮、ロシアからの度重なる軍事的な威圧にさらされており、中国は近年著しく軍事力を膨張させており、すでに日本の防衛力の質的優位性は崩れつつあり、日本単独で自国防衛を行える防衛環境ではなくなってきているんだよね。例えば、1990年代まで日本の絶対制空権を保持する力の源泉となっていた F-15J イーグルだけど、今やその半数は近代化改修も実施できないほどに旧式化し、中国で次々と開発配備される新鋭戦闘機に真正面から対抗することは数の上でも困難になってきているよ。日本がそのような中、英国はブレグジット英国の EU 離脱を境に、より一層日本との経済防衛部門での協力関係強化に動いているみたい。欧州に英国の脅威となるような国はなく、英国はその防衛費の活用と国際外交の場でイニシアティブを保持するために、東シナ海での日英防衛協力を推進しているんだ。日本は、対中国を念頭に置いた日米合意からなるクアッドによる協力体制を構築しているけど、この日英共同での研究開発は、他国間防衛協力をさらに強固なものとするため、英国の思惑を利用しつつも、英国を日本の対中国防衛政策に引き入れる重要な戦略となっているってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国の自国建造空母3トンという航空母艦があるんだけど、現在何やら不穏な動きをしているって話をつかんだよ。お、なになに？まず、このことを話す前にアメリカの航空母艦セオドア・ルーズベルトを中核とする、空母打撃群が南シナ海に2021年4月に展開し、中国が自国の領海だと主張する海域での軍事演習を行ったということを知っておいてもらいたいんだ。このことに対して中国がララ航空母艦遼寧を中核とする艦隊を台湾沖での軍事演習に、投入するなどして、日本からでもそれらの動向を海上自衛隊の艦艇航空機などで追跡していることが報じられたんだよな。そう、そこで今回の話の主役ともなる中国の国産初自国航空母艦3トンが出てくるんだ。もちろん3トンも南シナ海での軍事演習に送り出されていて、同海域における中国の強気な姿勢を示すものだとして周辺国の注意が向けられているよ。それじゃあ行ってみよう。今のところ中国海軍が収益させている航空母艦はこの遼寧と3トンの2隻のみということになっていて、対外的には中国海軍の軍事力の象徴的な存在として、アメリカに負けない空母打撃群を真似て作ったようなものだね。コピーは中国のお家芸のようなものだが外観が良くても中身がついていってないというのもよくあることだな。某バスケ漫画のパーフェクトコピーにはほど遠いね。外観だけ真似ても性能は真似できないよ。遼寧のベースとなるものは、旧ソ連崩壊後にウクライナで未完成のまま放置されていたアドミラル・クズネツォフ旧航空母艦バヤーグを、
中国が目をつけてスクラップ目的で入手したものを完成させたんだ。ロシアには軍事目的ではなく、あくまでもテーマパークなどの商業利用を名目とする口実で中国が1998年に入手したのだが、2012年には航空母艦遼寧として収益させたぜ。それが中国海軍初の航空母艦となったというのだから、ラルギエの良さだけには感服するな。よく言えば向上心があるってことだけど、中国にその言葉はもったいないね。ちなみに遼寧はどんな航空母艦なの？遼寧の所限は、基準排水量5万3000トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル、全幅78メートルとなっており、航空母艦としては中型の船体なんだ。これに大体60機ほどの航空機を搭載することが可能と見積もられるよ。60機の搭載機数というのは排水量や全長等の規模から見れば多い方であり、そのうち戦闘機は J10 号最大24機前後の搭載に止めるだろうと見られており、航空戦力としての打撃力は限定的というのが軍事専門家の知見となっているぜ。この艦載機ともなる J10 号は、遼寧と同様にウクライナを通して入手したロシアのスホイ33戦闘機の試作機をもとに中国軍が航空母艦遼寧に開発した戦闘機として作られており、2013年から運用されているんだ。ここでも中国のお家芸コピーが役に立っているというわけだな。遼寧は船首部にスキージャンプ型発艦方式を採用した航空母艦であるため、 J15 戦闘機を発艦する際に燃料兵装ともに著しい制限が必要となるため、やはり攻撃力という観点からはやや乏しいだろうと感じているよ。まだまだ改良は必須ってことだね。ところ変わって3トンにおいては、遼寧を完成させたノウハウと専門技術を持って、中国海軍が自力で完成させた国産第1号の航空母艦となっているけど、発艦方式にスキージャンプ型を採用している点などは踏襲されているため、同じく攻撃力に関しては疑問が生じるね。国産といってもこれといったオリジナリティはないってこと？3トンはどんな航空母艦なの？3トンの所限は、基準排水量5万5000トン、満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅 75.5 メートルとなっているよ。蒸気の推定値から遼寧よりも大型化が進められており、J15 戦闘機も 1.5 倍ほどに値する36機の搭載が可能であると見積もられるね。この3トンのスケール感は米海軍の大型原子力航空母艦を除けばすでに世界最大の域に仲間入りしていて、2019年12月に就役して以来、中国海軍の異様を知らしめる艦艇として政治的にも多数の場面で利用されているよ。どうせ大きいだけのデクノボーだよ。実はすでに3トンから続く航空母艦の建造に中国海軍が着手しており、003型と呼ばれるこの新型航空母艦からはついにスキージャンプ型を撤廃しており、連離式カタパルトを装備すると言われているぜ。貪欲に新たなものを生み出す姿勢は評価に値するね。この003型航空母艦の動力源には米海軍と同様の原子力推進が採用される見込みであるとも報じられており、使用上からはアメリカが保有する大型原子力航空母艦に肩を並べるとの見方もあると言われているんだ。ただここで問題となるのは、カタパルト発進式に対応した艦載の航空機、特に戦闘機の開発だということが専門家から指摘されており、長年の運用実績と実戦経験を経てきた米海軍に即対抗できる戦力となることはないだろうな。いくら勢いがあってもアメリカが積み上げてきたものにすぐに追いつけるわけもないよね。しかしカタパルト発進式に対応したステルス艦上戦闘機の開発もすでに中国がララ同時並行で行っていると言われており、空軍の J20 等に続く海軍用のステルス戦闘機の出現も間近であるというぜ。この度2021年5月にアメリカ側が公開した情報によれば、フィリピン沖の海上で停止している遼寧の姿を気ままに遠くから目視するアメリカ海軍の駆逐艦マスケン艦長の姿が写真に収められたよ。その停止線の状況に物議と憶測を醸していたね。なぜなら2021年4月には衛星写真によって中国三亜の基地から出港した3トンが、丸1日以上同様の海域に停泊していたこともあったためであり、何らかの理由で両艦ともに作戦行動を停止していたと裏では笑い物にされていたんだ。こういった状況から遼寧や3等が空母打撃群としての戦闘行動が困難な状況であるという推測までされたんだ。補給用の艦艇や随伴する艦艇との艦隊行動ができないのではないかということも言われているぜ。ほらやっぱりデクノボーじゃん。大きければいいってもんじゃないんだよ。世の中は何にでも小型化が推奨されているんだ。フィリピン沖で停止していた遼寧の写真からは、敵対視している米海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦マスケンを、
不用意にも至近距離に近づかせていることが憶測を呼び、護衛する艦隊も機能していないのではないかとすら揶揄されているんだよね。海外メディアから多数の批判を受けた中国国防省は、当初は強気の声明を発表していたが、中国海軍の高官が拘束され、遼寧島への能力について責任追及が行われているとも言われており、この先、来日に至る可能性もあるだろうな。遼寧や山東どちらにしても母艦としてのスケールはあっても、クルーや各部品については日本には到底かなわないと思慮するよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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 日本の F2 後継機計画は次期戦闘機計画だけど、その別名を F3 計画とも呼ばれていることを、みんなは知っているかな？純国産を目指して開発されている次期戦闘機と同時に配備される予定となっているものだな。AI を搭載した無人戦闘機 UAV だっけ？そうそう。今回はその UAV の詳細について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現実は残酷であり、ボタン一つで地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく殺し、顔も名前も知らない人間を殺したことに痛みを感じることもないという映画のものでは全くないんだ。激烈な電子戦環境下で死ねる戦力としての役割を期待され、有人戦闘機からの歓声を受けつつ、敵戦闘機を的確にほふって航空優勢を確立するという代物になると予測されているよ。2021年5月、防衛省は現在開発中の F2 戦闘機の後継機となる、国産次期戦闘機と連携して使用される無人機のフルスケールの実験機開発関連費について、2022年度予算の概算要求に盛り込む方針ということを公表したよ。次期戦闘機は国内企業グループで開発が進行中であり、目標として2030年代半ばからの配備と戦力化を目指している状態だね。作戦任務遂行のための根幹となるミッションシステムやインテグレーション技術に加え、ウェポン武器を統合する火器管制システムなどの研究も進められており、純国産戦闘機として期待されているみたい。また、英国等との共同開発により、F-35 よりも強力かつ致死的な第5世代機を目指しているとも伝えられているんだ。無人機についてはこういったシステムとの連携は言うまでもなく、苛烈な電子戦環境下における無人機自体の自立飛行性能も求められているってわけ。複数の無人機を完成するには、その操作のほとんどが自動化されており、人は攻撃や電波発射等の重要な決定のみ介入するというレベルでの自立能力が必要となるからな。特に、複座戦闘機による完成が予測されている場合には、一人で複数機を完成する必要があるため、これが顕著になるぜ。これら無人機の任務は、センサー及びシューター。すなわち、戦闘機の前方に展開してのステルス機の強制探知とその撃破や電子戦、そしておとりとしての役割を担うことになるよ。現在はステルス機である F-35 がこの任務を担っているんだけど、ステルス機とはいえ前方に展開しての電波発射や、ウェポンベイを開いての攻撃は事故位置を想定される危険性が高まるんだ。無人機であれば、パイロットの人命を気にすることなく、敵ステルス機の前まで大胆に進出して探知、そしてミサイルを発射して撃破するといったことが容易に行えるからね。ステルス機を探知するには、大出力のレーダーを用いるか、接近する必要があるんだ。大出力のレーダーを用いればステルスといえど探知はされるし、接近したならば従来のレーダーで探知できるか、もしくは IRST などの光学センサーに引っかかるよ。しかしながら、大出力のレーダーは当然逆探知されやすいし、接近すればそれが感知されることは言うまでもないってわけ。電磁波領域での戦闘はイメージがつかみにくいだろうけど、真っ暗な雑多とした倉庫か何かの中で敵味方が懐中電灯を、つけたり消したりしてお互いの位置を探っているというイメージをすれば良いんじゃないかな。ステルス機とは黒ずくめの、図体が小さい戦闘員であり、遠くから懐中電灯で照らしたとしてもその姿を認めるのは難しいよね。
AWACS は言うなれば投光器であり、地域全体を明るく照らすことができるが、当然その位置は容易に認めることができるってわけだ。電子戦では強力なライトかレーザーで敵の目を潰しているような格好となるが、これも位置型の敵から見えるぜ。無人戦闘機は、このステルス機探知という難題に対する一つの答えってところかな。さらに、パイロットが搭乗しないことにより、コックピットや生命維持装置等の装備を搭載する必要がなくなるよね。これは、例えば同じエンジンを搭載したとしても、戦闘のために必要な装備、例えばレーダーやミサイル等が、より重くて大きな高性能なものを運用できることを示唆するよ。その上、空力設計やステルス設計の上での大きな障害が減るため、エアフレームの性能としても高いものが見込まれる。そしてその高い性能を、人体の限界に制限されることなく発揮することができるなど、利点が多いってわけ。人命は地球より重いという通り、貴重な人材であり、育成に莫大なコストがかかるパイロットの命を気にすることなく、戦闘を遂行できるという無人機は、現在でさえ人手不足に苦しみ、将来は少子高齢化が予測されている日本にとっては復縁となりうるよね。特に、次期戦闘機による制空戦闘では、有人戦闘機である次期戦闘機に機編隊が、複数の無人機を引き連れて、多数の敵を迎撃することも可能であるため、造成真っただ中の中国軍に対面している自衛隊としては F-35 の次に一刻でも早く戦力化にこぎつけたい装備なんだ。防衛省での無人機運用及び無人機開発構想の歴史は長く、標的機から観測機、総海洋の無人潜水艇からグローバルホークに至るまでの各種無人機を運用しているよ。しかし、現在運用されているこれらはいずれも正面戦闘を実施するものではなく、あくまで部隊の戦闘能力を従前に発揮したり、的確な戦略判断をするための ISR 機材や訓練機材としての運用となっているんだ。次期戦闘機のウィングマンとしての運用が期待される無人戦闘機のような無人正面戦闘機材の運用は、海上自衛隊の対戦ヘリコプター型無人機である QH-50 以降初めてとなるようだね。このような自立型対空戦闘機材としては、米国では XQ-58 バルキリーが開発されているよ。このバルキリーを開発している会社は、アメリカ軍需産業界では無名だったクラトス社で、この機体は AI によって亜音速飛行と長距離飛行が可能になった自立飛行無人機であり、初飛行が2019年3月に行われたんだ。初フライトの成功以来、何回も試験飛行を重ねていたんだけど、2021年3月の6回目の試験飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したとアメリカ空軍研究所から発表されたみたい。このドローンは小型無人航空機アルテウス600と呼ばれているものだね。アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などの任務を実行できる優れものってわけ。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システムの実戦配備を目指すスカイボーグ計画を発表しているんだけど、この計画では、組織化された無人航空機群を低コストで運用、維持し、紛争地域でスピーディな行動が可能になり、敵に決定的な打撃を与えて進行を阻止できるとしているよ。他方防衛省では、コンピューターが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用した研究を進めていると推測されており、今回の次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究成果ではないかと思われているんだ。また、防衛装備庁は2016年8月に将来無人機装備に関する研究ビジョンを公表しているね。内容は航空無人機の研究開発が中心だったんだけど、2019年以降には第3分類無人技術検証として遠距離見通し、外運用型無人機の技術検証に力を注ぐとしており、その後、第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を進めていくと見られているよ。この研究ビジョンでは、無人機研究に関しては前述の他にも近距離見通しない運用型、特殊飛行型そして携帯型ドローンなどが挙げられており、現在もこのビジョンを基本としつつ、実情に合わせながら無人機の研究開発が進行中と推測されるんだ。世界で最も早く第6世代戦闘機ないしは第 5.5 世代戦闘機を開発できると見込まれる自衛隊が、将来の戦場をデザインできる日も近いかもしれないな。現に2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局はロングショット開発計画を発表したぜ。そして国内3社に、空対空ミサイルを搭載して敵機を攻撃するためのドローンの設計を発注したよ。このドローンは有人機から操作することで、母機である有人機を敵機から防衛する盾として使用され、搭乗員の損耗をさらに減らしていけるだろうと考えられており、これは現在日本が開発を進めている次期戦闘機用の無人戦闘機と同様の役割を果たすこととなるんだ。
将来的には、無人機に無人戦闘機の通信を中継させ、人は安全な地下バンカーから兵器管制を行うだけという形での対空戦闘の形が実現するという予測もあるぜ。いずれにせよ、我が国に侵攻するためには海上もしくは航空の手段を持って戦力を投入するほかないため、今後もこれらの領域での新技術の応用や戦力化競争に防衛省と防衛装備庁は積極的に参加していくことになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、名字についてだよ。名字か、テレビとかでもやってるけど、結構知らない名字があるよな。でも考えたら、残り少ない名字の持ち主とかが結婚したりして、最終的には減っていくんじゃないの？お、いい目の付けどころだね。確かに、一人っ子などが結婚すると長女の家系などは名字が変わるからそう思うよね。普通に考えたらそうなるよ。でも、専門家の人たちはそうならないと言っているんだ。なんでなの？それはね、一つ目の理由は名字が同じ人がたくさんいるからなんだ。そして二つ目が名字が珍しい場合は、途絶えないように養子に入ってもらうケースが多いそうなんだ。だから、全体としては種類が激減することはないそうだよ。だからなくならないんだね。よかったよ。珍しい名字なんかそこの家系で生まれるだけで自慢できそうだね。確かにな。でも、ハンコなんかそうそう売ってないから、新しく作るときなんか大変そうだな。それはそうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。見てね。見てくれよな。また見てね。見てね。見てくれよな。また見てね。見てね。見てくれよな。また見てね。国家予算の10分の1以下の国防費だけで効率よく国防を担っている日本の自衛隊は、本当にすごいよね。中国やアメリカに比べると圧倒的に少ない国防費だからな。ちなみに最強の軍事力を誇る国ってどこなんだろ？やっぱりトップはアメリカかな？そう見るのが妥当だよね。じゃあ2位は中国？日本の軍事力もなかなかのものだよね。中国は着々と軍事力を伸ばしていて、世界のトップに名を連ねようとしているみたいだし、あながち間違いではないけど、発展途上な感じも否めないな。そうだね。今回は航空機や潜水艦などの無人兵器化も進む中での日本の方向性についてと、アメリカから見た日本の軍事力についてなどを解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が少ない防衛費で防衛力を高めることができているのは、なんといっても日本独自の技術とアメリカとの同盟関係があるからに他ならないんだ。独自の技術と海外の技術を組み合わせ磨き上げる技術に長けている。これも明治維新以来培ってきた日本人気質のもたらす、独特のものだね。海外の技術を受け入れるとアレンジし、インスパイアしての国の技術を加えてさらに強化する、研究心旺盛な日本人だからこそできることだと思うぜ。日本人気質はこれくらいでいいだろうと中途半端な技術開発はしないし、むしろ長く使えて壊れない技術を作り出していることから見ても、日本の軍事技術がどれほど高いものかわかるよね。実際、最新鋭潜水艦黒潮の存在を、中国潜水艦が探せなかったのも日本が誇れる技術の一つだろうし、もっと磨き抜いていくことで、日本の国防力を強化することにつながるはずだよ。そもそも日本の軍事力をどう評価するかという点については、日本国内でも様々な見方が存在し、これに警鐘を鳴らす勢力がある。一方でまだまだ国防力としては不足だと訴える声もあるんだ。賛否両論あるってわけだね。実際に、日本の軍事力について海外では実際にどのように捉えられているのかが気になる、という方も多いのではないかと思うんだ。隣国には、何かと日本の行為を軍国主義的だと非難するだけの中国や韓国がおり、日本の国防力強化にいい顔をしていない反面、太平洋戦争を経て、以降国防のパートナーとして長年関係を継続しているアメリカが日本の姿勢を評価している一面もあるよね。それらの各国が、日本の軍事力をどのように評価しているか、掘り下げてみたいと思うよ。アメリカ国内では、有能な軍事アナリストとして名高いアメリカ陸軍式幕僚大学 CGSC のジョン・ティ・キューン教授は、自衛隊の召喚や装備は世界的に見ても極めて高い水準にあると評しているんだ。ジョン・ティ・キューン教授は、特に海上自衛隊のポテンシャルについて触れ、海上自衛隊は世界でも5本の指に入る戦力を有するとしており、しかもこの戦力を極めて高い費用対効果で実現していると述べているよ。確かに、数量的には中国海軍の台頭によって劣勢に立たされているはずの日本で、今だ地域における軍事的優位を保っているのは、潜水艦技術の進化があると言われているな。これは、
そういう型の攻撃型潜水艦などの補完としての能力の高さと、逆に中国海軍の潜水艦を封じ込める対潜哨戒能力、この攻守両面に影響を受けての評価だと考えられているぜ。海上自衛隊の最新型の双竜型12番艦闘竜でも建造費は約690億円ほどで、10番艦までの鉛蓄電池からリチウムイオン電池に切り替えたことでコストが高騰しているとはいえ、世界的に見ても比較的廉価な潜水艦に仕上がっているもんね。実際、韓国の最新型の潜水艦が同じ通常動力型としてサイズもほぼ似たような艦量でありながらも、建造費は1000億円以上と報じられていることから、日本の潜水艦が低コストなのに高パフォーマンスを誇る有能な兵器に仕上がっていることが理解できるんじゃないかな。日本において潜水艦は国防の要と見ている人も多いもんね。島国だし、外敵は海か空からやってくるのは明白だから当然だよね。潜水艦の能力が高いことから、中国海軍の割烹を防ぐ効果が期待できること、シーレーンの防衛に効果的な兵器であることから見て、今の技術を洗練して磨いていけば、中国海軍にも質の面で十分対抗できるとの声もあるんだ。おしむらくは、日本の潜水艦には弾道ミサイルの搭載能力がないとされていることだな。攻撃性の高い兵器を搭載しないことで、自衛隊イコール国防軍のイメージを植え付け、近隣諸国との政治的圧力を避ける狙いがあったからだが、そのことが中国やロシアなどの近隣軍事体格の増強を招いた一面があることも否めないんだよな。そのためか、最近は敵基地能撃能力の保有を明言することが多くなっているみたい。2022年新年早々に行われた日米両政府の外務防衛担当閣僚協議通称2プラス2において、岸防衛大臣はミサイル防衛を強化するため敵基地攻撃能力の保有を検討すると伝え、このことにアメリカ側は歓迎する意向を示しているんだ。あくまで国土防衛の支障となる傾向が見られた場合の先制攻撃としての敵基地攻撃能力を備える意向である日本に対し、中国や韓国はいつものように日本の軍事国家化に憂慮と懸念を伝え、この方向性に明らかな拒否反応を示しているようだね。まあ、拒否反応を示すということは聞いているなと考えてもいいわけだよね。これからしばらくは中国や韓国の歯ぎしりが聞こえてくるんじゃないの？さて、アメリカにおける話に戻そうか。アメリカ海軍協会 USNI ニュースなどでおなじみの軍事アナリスト、カイル・ミゾカミ氏は、日本とアメリカとの関係はイギリスのそれよりも近いとする趣旨の見解を述べているよ。その上で、カイル・ミゾカミ氏は今日の日本の防衛とはアメリカとの強固な同盟関係に基づくものであるとし、非アメリカ安保条約以降の近年の同盟関係の強化を主要な要因と見ているようだね。現在の日本政権は自公連立政権となっているよ。一時憲法改正で自衛隊の位置づけを改める方向性を示していた安倍晋三氏が退任し、紆余曲折があって現在の総理は自民党内でハト派と呼ばれる岸田文雄氏になったことで、憲法改正への意欲は弱まったとも言われていたんだ。だけど、この岸田総理、2022年の年初会見では憲法改正について前向きに発言しており、党内の高派に配慮したものなのか、あるいは本当に変説したのかと、政治関係者の間で話題になっているみたい。憲法改正により自衛隊を合法化し、様々な場面で活躍の場を広げるとともに、国防のための先制攻撃を可能とする法整備を行う。これが現在の政権における国防ビジョンであるとすれば、周辺諸国からのやっかみや批判の声はある程度覚悟しなくてはならないだろうね。ちなみに、アメリカの一部有識者の意見では、専守防衛の姿勢が、日本の軍事力を高めたとの説も出ているみたいだな。もともと、第二次世界大戦後の日本が専守防衛を旨としてきたことで、攻撃型の戦力保有を制限してきたからこそ、軍事力の向上に邁進できたのではないかという逆説的な意見ってわけだ。まあ、個人的には、この意見にはいささか疑義を唱えざるを得ないと思っているぜ。端的に言えば防御用兵器だけに注力してきたから軍事力が向上したというのは、理屈に合わないと思えるからな。例えば、現状において中国海軍に対する日本の切り札的存在が潜水艦であることは先ほども触れたが、これにも攻撃用兵装である魚雷がさらに充実していなければ、軍事力の強化には繋がらないんだ。やっぱり軍事力の定義としては防御力よりも攻撃力を重視する部分があるだろうしね。もし、仮に中国海軍が日本と同じような潜水艦を飛行するとするなら、自らは潜んでいるだけで攻撃してこないと分かっていれば、そもそも対処する必要すらないとも言えるもんね。そもそも日本の自衛隊は専守防衛を要望しつつも、
アメリカの有効な軍事力を当てにしつつも、その補助力として行動できる能力、それと同時に自衛隊単独で作戦行動が行える能力を有しているんだ。朝鮮戦争当時、アメリカはその軍事的負担に悲鳴を上げ、日本に自衛力だけを有することを命じる方向転換を行い、今の自衛隊が生まれたんだよね。アメリカからいきなりお前たちだけで何とかしろと言われた日本は、時代が経過してもいつそんなことを言われるかわからないって思いながら身構えて、自らの軍事力を磨いて育ててきたんだ。さらに、アメリカ海軍の中心戦力である大型原子力空母を核とする空母打撃群の攻撃力は絶大であり、多くの国がこれを持たないのは運用する予算や技術を保有していないからでもあるよ。こうした点から考えれば、憲法の制約がむしろ強力な戦力を日本に保有させたという意見は、決して理にかなうものではないと思われるかも。前述のジョン・ティ・キューン教授は、日本企業の技術習得能力の高さを表して、F-35 ライトニング2などの戦闘機を進化させることも十分に可能だと示唆しているんだ。これも、日本の技術力に対する評価には感謝したいものなんだけど、戦闘機開発が単独では費用的に難しい点や、純国産戦闘機開発のノウハウを持ち得ない現状から見ると過大評価とも思えちゃうよね。そもそもアメリカ軍が強力な兵器を開発、保有できているのは、世界各地での実戦経験によるノウハウの蓄積が非常に大きなウェイトを占めているからでもあるんだよな。特に近代兵器の場合、電子機器類の連携による攻撃力の強化が必須であり、細分化された分野において、特定の分野で日本が優位性を発揮することは現状では困難であろうと思うぜ。特に、AI を搭載した無人兵器が航空機や潜水艦の分野にも登場している現状から見ても、決して日本の軍事力を現状のままで満足しない方がいいだろうな。有能な日本の潜水艦群の守りも、圧倒的な物量攻撃で破られる可能性もある現在、有効な抑止力があるならば、積極的に導入を進めることが本当に必要な日本の国防だということは理解してほしいものだよね。日本だけが軍事力の強化を行っているわけでなく、中国だってロシアだって、あの北朝鮮であっても軍事的革新は絶えず行っている実情を、もっと日本国民は理解すべきなのかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。